別シリーズ、第3弾、はい、今日は皆さん大人気トイプードルちゃん、ね、はい、ただやっぱり基本的には単色っていうかね、スタンダードカラーっていうのが、まあ、本来は黒白なので、黒白っていうのがトイプードル。こんにちは、スー先生チャンネルです。さて今日は犬種別シリーズ、第3弾、はい、今日は皆さん大人気トイプードルちゃん、ね、はい、さてまず一つ目、トイプードルを選ぶ場合の一つ目はまず毛色ですね。毛色これはトイに限らずプードルを選ぶ時の基本になります。基本、うん、そうなんだ、うん、これはプードルだけなんですか、他の犬とか。まあ類似しますね、うん、ただカラーパターンというか色がこれだけ分かれてるの珍しいですよね。もともとはトイプードルね、プードルってパーティーカラーって言って他の犬種みたいに白地に黒のブチブチが入ってたりとか、クリコロールって言って白黒ちゃんみたいなのが混ざってたりとか、そういうのがもともとの原型と言われてます、うん、最近このそうだな10年前ぐらいからかな、やっぱりそういうパーティーカラーっていうのを繁殖する人が、まあ、まあ極めて珍しいけど、うん、出てきてるようですね。ただやっぱり基本的には単色、今ね、トイプードルは各カラーが単色化されていて、それを元に皆さんが、何色ですっていうふうになってますですか。でもともとプードルは、原型がやっぱり黒白なんですね。基本的にもともと認められてるオリジナルカラーというのが黒白茶色ですね。ブラウン、灰色、シルバー、銀色だね。これが基本4色と呼ばれてますね。でここに近年、レッド、ね、赤みの強いレッドって言われるものと、うん、アプリコット、こういうのが入ってきてます。で今のところ全部認められてますよね。でこれに対抗して色目がいろいろ最近分かれてるのはダックスフントですね、うん、まあ基本この4色が、ね、でも日本ではアプリコットすごい人気ですよね、うん、レッドとこんな感じで色があるんだけども、うん、問題なのはなんで毛色は注意しなさいって言ってるのかっていうと、この毛色によって性格が違うんですよ。なんでなんですか。いやなんででしょうね。研究とか解析はされているんだけど、例えば犬の世界でこの白っていうのはなかなか微妙な立ち位置で、よく有名なのがダルメシアン、あれ白地に黒縁じゃないですか、ね、あれ白の比率が増えちゃうと、今度は他の遺伝子に関係してきちゃう。例えば目が悪くなってみたりとか、耳が聞こえなくなってみたりとか、そういう子が生まれてきちゃう可能性が出てくる。だからそれは例えば他の犬種ね、シェルティみたいなのとか、ボーダーなんかでもそうだけど、白が多く配分されてくると障害が出やすくなってるということですよ。だから逆に障害なく真っ白で仕上げてるプードルの真っ白ね、ピュアホワイトになっていますよね。真っ白、最近人気のビションフリーズとかね、うん、やっぱり白単色で仕上げてるっていうのはそれはそれはブリーダーたちの努力の結果なので、うん、素晴らしいことなんだけど、本来はそういう非常に危ういところですよっていう感じです。もちろんこのプードルの中でもこの性格が変わってきますから、どういう子が欲しいのかもそこも前提としてね、選べる参考にすればいいかなと思います。スタンダードカラーっていうのが、まあ、本来は黒白なので、黒白っていうのがトイプードルではやっぱり一番おすすめになります、一般的にはね。でこれはなぜかっていうと、病気もさることながらその性格面でも非常に落ち着いているんですね。安定している。でやっぱりその安定しているっていうのはゆくゆくはその一緒にこう付き合っていく中で非常に重要なファクターになるので、うん、落ち着きやすかったりとか安定しやすい、これ非常に大切ね。中でも黒は落ち着いているプラス非常に活動的であるんですね、うん、だから、うん、よくドッグスポーツなんかね、アジリティなんかもそうです。そういうものをやりたいときにはやっぱり黒、これが非常に良かったですよ。で逆に穏やかな方がいいかなって言ったら白っ
ていうチョイスになっていて、まあもちろん白だからアジリティができないとかスポーツができないということではないんですが、ね、そういうことがある。で、僕はあの茶が好きなのでブラウンなんですけど、茶とか銀っていうこの中間色ですよね、うん、茶ってこの辺になると、扱いづらくなります。反応とかがすごく早くなる。要は僕時計のお話をすると思うんですけど、これ茶になると突然時計が早くなる。時計が早いからやり取りをちょっとこうテンポ上げなきゃいけないから、そういうのがめんどくさい飼い主さんはちょっと避けておいた方がいいか。もちろんこのレッドアプリ、これもあの中間色ではあるんですが、基本的にやっぱりレッド、これはちょっと早いんですね。少し早い。茶と似てます。最近、まあ、日本ではあのこの市民権を得たというか増えたのがやっぱりアプリコットですよね。実は結構中間色なので時計が遅いんですよ。実はすごくやりやすいですね、うんうん、なので僕自身のおすすめ、初めて犬を飼われるとかプードル初めてですっていう方たちはやっぱり黒、白、アプリコット、この辺から入っていくのがおすすめですね。じゃあまず第一項目は毛色、うんうん、